川崎市川崎区小島町付近国道409号、千葉県東金市極楽寺国道409号は、神奈川県川崎市高津区から千葉県成田市に至る一般国道である。神奈川県の北東部に位置する川崎市高津区を起点に東京湾に面する同市川崎区と千葉県、木更津市と東京湾横断道路である東京湾アクアラインで結び、 木更津市から千葉県の房総半島を東西に横断して北総地域の中心地でもある成田市とを結ぶ延長約 125km の一般国道の路線で主な通過地は神奈川県川崎市川崎区千葉県木更津市市原市長南町茂原市大網白里市東金市八幡市富里市である川崎市内では別名府中街道 木更津市から茂原市までは、暴走横断道路の愛称名でも呼ばれる。茂原市茂原交差点東金市小野交差点間は、国道128号及び国道126号と重複する区間である。1981年4月30日一般国道の路線を指定する政令により、1982年4月1日付で一般国道409号として制定施行された。 制定志行当初は東京湾の海上区間によって分断されていたが、1997年12月18日に有料道路である東京湾アクアラインが開通して分断は解消された。川崎市では市内を循環する重要な道路となっているほか、首都高速神奈川一号横羽線や首都高速湾岸線とは、大四 JCT や浮島インターチェンジで連絡し、 木更津市内では、立山自動車道の木更津北 IC で連絡する。また、長南町内を走る、首都圏中央連絡道とは、茂原町南インターチェンジで連絡し、富里市内で、東関東自動車道と富里インターチェンジで結ばれるなど、各高速道路へアクセスしている。川崎市川崎区の国道15号交点、道空木島間は、 川崎縦貫道路一般部として整備中である。一般国道の路線を指定する政令及び、一般国道の指定区間を指定する政令に基づく、一般国道409号の概要は、以下の通り。24時間交通量国道409号の自動車、専用道路である、東京湾、アクアラインのアクアトンネル最深部は、海面下約六十メートルの深さに道路があり、 日本の国道の中でも一番低いところを通る場所だとされている。川崎市木更津市木更津市成田市。ありがとうございます。